Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Tales of Zestiria sur PC et on va tout de suite continuer en nous rendant au bassin de Glaivant. Donc je vous montre déjà un peu comme j'ai bien avancé niveau tout simplement, au niveau des niveaux. Donc on va tout de suite continuer. Par contre comment je disais ? Ah, la forêt de Volgrand, ok. Alors, forêt de Volgrand. Donc, j'ai réussi. Enfin, j'ai plutôt exploré la zone qui est après le pont de Camelot hors vidéo. Du coup, j'ai découvert certaines choses. Mais bon, vous verrez plus tard. Alors, forêt de Volgrand. Bon, on doit aller au bassin de Glaivant. Ah oui, avant toute chose. Non, pas ça. 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 Un point de sauvegarde. Voilà. Alors voyons donc ce qu'il y a dans cette zone. Même si on l'a déjà visité une fois. Ah, les moineaux. Ça ローランス秘書官が接触してきた。何だと。秘書官って皇帝つ。うん。それに気になる情報も秘伝家が病没した弟の子を自分の養子として確か今のローランス皇帝は全国そして秘伝家はあの事件で自分のこと共謀して秘書官はそれを忘れてはいいわ。私が処理受けるの？私たちの旧敵と言えるやつか。忘れないで。 本当にやらなきゃダメな仕事。それが私たちでしょ？そうだよね。棟梁の名は伊達じゃないってね。ペンドラゴの城に忍び込むよ。本気かい？呼び出したって本当の依来主は来ないでしょ。代理人じゃ分かった。城に行くなら大丈夫。俺も行くから。え？いいの？どうする棟梁？ルーセスさん、ローランス皇族は僕たちだけで行く方がいい。 トル、フィル、私ら、分かった。気をつけ。ああ、なんか悪いね。やっぱ心配だし、ほっとけないよ。ついに来た。行くぞ、ペンドラゴニ。デゼル。今更だな。何の話？お前が知る必要ない。何それ？やめろ。 仲の良しいこと。黙れ。デゼル。ローランス皇族。気付きの悪いやつだ。行けば。ライラ。分かっていますわ。なんか私に黙ってること多くない？ごめん。ちゃんと話せるようにな。まあいいわ。OK. Alors. Euh...
Ok, donc téléportons-nous. Téléportons-nous à Pandrago. Oh. Pas. M'en douter. Ah, allez, je suis pressé de voir la suite du jeu là. Allez, donnez-moi encore le pique-nush. Beaucoup de pique-nush. Et là, actuellement, comme je crois avoir visité pratiquement toutes les cartes, je sais pas où on pourrait aller en plus encore. Même si j'ai ma petite idée, mais bon. Tiens, 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 Zarvedo.今回の相手だけはふざけんなよザビーだ。ふざけてないぜ。ま、聞く耳持たないってんなら俺。行かせるか。わかったよ。俺にはどうしても蹴りをつけなきゃならんやつがあと2人いる。だからこの最後の2発はその時のために大事に取ってたもんだ。おい、話が見えない。 男の本気は。さあ、来な。瀬尾とだ。なんでこうなんの？しょうがない、やるぞ。 il faiblit rien. Et voilà. こいつが氷魔を殺すのを止められねえときはこいつを撃て。これの力なら汚れと無。分かった。最後の一発をくれてやるんだ。なぜそこまで。なし。行けよ。俺。OK. En tout cas, on l'a bien défoncé. On l'a atomisé, on pourrait dire. Shiro ni shinobikomu no wa yoru. Yado de jikan tsubusokka. Avant d'aller à l'auberge, on va quand même faire un petit tour de la zone. Regarde pour la tour. Rien. C'est rien. Il y a l'air de rien avoir de nouveau. Regardons quand même dans l'église. Non, rien de nouveau, c'est bon. La rapidité.
Sauvegardons. Voilà. C'est super. De nuit, il n'y a rien ici. Je me demande comment ça va se passer à l'intérieur du château. Alors, la question est, comment peut-on y pénétrer ? Ok. Là, il y a rien. Chose là-bas ou pas? Non. C'est chiant cette sensation de lag alors que je lag pas du tout. Fallait juste aller là, et ouais. やっぱり来るぞ。いきなりこの者が自らの発する汚れが強すぎる。それじゃ数機卿の時と同じだっていうのか。倒した後のことなんて今は考えなくていい。分かった。伊藤のことだ。ほら。デゼルとは付き合いな。ここまでだよ。ライダー。 わかりましたわ。何この鍵。気をつけろ。まだ何か。余計なことはしないでもらう。この声は。うるさい。俺。失念。お前の役目。余計な真似をして。あの方の怒りを買ったら。待て。予定外であったが利用させてもらおう。うわ。なんだ。 Quelle était donc cette voix? じゃねえ。出てこい。そうせくな。前座を楽しめ。ざけやがって。デゼルさん、この声の主をご存知なんですの？忘れるものか。俺が狙う相手の声を。なんだって。まあいいだろ。うなる。 Oula.
前座にしては娘よ、なかなかいい怒りだった。そ、何こいつ。待ちわびた。木は熟したろ。待て、出てる。こいつは兵馬じゃない。関係あるか。ダチを兵馬にし。何言ってんの、デゼル。ほう、この娘にはまだ語ってなかったのか。いい、じっ。デゼル、やめるんだ。話す。ちょっと、いいか。娘、この者は死んだ友との絆、霊能力の高いお前を時に操り利用して、そして兵馬を殺すためにカムイの力に目をつけ、お前に干渉し続け、復讐の。そうだ。この不思議ちゃんに付き合うのは良くないわ。同意だ。引きましょう、スレイさん。させぬ。うら、突然兵馬に。なぜ。言葉では思い出さないのなら別の方法を使わせてもらう。やっと正体を表しやがったな。くそ。灼熱な。絶対殺す。それこそが俺の存在理由。フュースビザール。よくこれほどに自己肯定の幻に溺れたものだ。何を言ってやがる。なんとも哀れだ。理解はできるがな。よし、そうはいくか。デゼル。ローゼ。デゼルさん。仕方ありませんわね。契約破棄、まさか。デゼル。おっと、最後までやらせてやりたまえ。お前、スレイ、かまってる、わかってる。ちょっと、またなの。私は他者の感覚に対応し、惑わすことができる。では突然、兵馬になったように見えたのに。察しの通り、あの兵馬は本物だがな。強人断ち切れ、足切らしない。あらら、そらそら、無駄だ。逃がさない。ライダー、主神の命でデゼルを止めてくれ。無理です。陪審契約は破棄されました。そんなことができるのか。普通は無理です。陪審から一方的になんて。おお、ますます面白い。行くぞ、畳。そこか、断空剣。行くぞ、失礼し。やばい、タラス。お前は何が狙いなんだ。どうし、貴様は知るべきな。見せてやろう、彼という天族の業を。ハユル連絡。あれ、彼は自分の力で正しく。だが天族の加護と人にとって、やっとだ、やっと来たな。うん、あいつらとの旅は本当楽しい。妙利に尽きるだろう。ああ、感謝してる。大陸一の風の傭兵団をぜひともローランスに連ねたいのです。私がコナン王子と婚約？夢みたい。よかった、旅が終わっちまうのは残念だがな。いやだ、終わらないでくれ。抜かるなよ。行かぬか。コナン王子、団長がいないんです。その子に近づくんじゃねえ。私に指図する貴様は何者か。こいつすでに兵馬に。話して。貴様らのそのうまそうな匂い、たまらんな。
なぜこれほどの短期間で氷魔と化したのだろうな。王子、俺たちが第一王子を殺しただと？何の冗談だ。ええ、逆賊がここに。罠にかけたな、俺たちを。なぜこんなことに。風の傭兵団団長ブラドは第一王子レオンを殺害、身柄をペンドラゴ主警隊によって拘束された。よって貴様ら全員も拘束する。わかるだろう、コナン王子が氷魔と化し我欲に従い邪魔者を除こうと考えたからだ。そしてコナン王子が氷魔になった原因もわかっていよ。誰だ。お前は私のものとなるなら特別に赦免しよう。次期皇帝のそばめとなれる。これほどの栄誉はあるまい。こんな間に合え。Oups, désolé pour le bruit du micro. Zubete, Kisama no Kago no Tamamono. Hito wa sono chikara o motsu mono o nan to iu ka shitte iru ka? Yakubyou gami da! Ore no sei. Datta. Zubete. Ore no.彼もどうやらすっ。うわっ。ノー。出てる。どけ。いけません。ロゼさんのあの負傷、たとえ汚れを浄化しても負荷に耐える。たあフルーツしてはいけません。ロゼさんがこのままだとロゼは完全に氷魔に。こちら、あの怪我じゃその前に命が尽きてしまうわ。どうし、時に決断を迫られる。そうだろ、決めたまえよ。哀れな道化の命も尽きるぞ。お黙りなさい。失礼、一旦下がれ。俺に策がある。デセルさん、時期を起こすことだけはやめてく。失礼。デセル、いいから聞け。たとえ同士でできるわけ。失礼。これは力を打ち出すもん。俺がその力になる。俺なんだって。氷魔と同化しつつも意志のある攻撃とそこにのみ打撃を与えられる。それはただの、これに込められてる最後の玉の力。
きっと取り込まれずに。スレイ、俺にもロゼにも、もう。デゼル、デゼル、頼むぜ。封刃将来。ロゼ、俺は謝らなきゃ。俺のせいでお前を、すまなかった。言いたかったのはそれ。はたから見たら不幸ってことになるのかもだけど、5年前のあの出来事で私たちはバラバラになって、風の骨、赤霊の羽として嬉しかったか。ほら、俺は半端もんだけど、たった一つだけ、そのたった一つをやり遂げる俺も感謝。おう、スレイたちに、お前らとの旅。おう、あいつらがもし悩んでたら、お前らやりたいことがあるんだろうが、いつまでもくよくよってケツを叩いてくる。Rip des aileux. Rosé. Yokatta. Kare no shi o do na doshi do. Kago o ataereba ataeru hodo hito o fukou ni suru.彼の存在自体が悪で、そんなわけない。吠えるなあ、ムス。貴様も言っとけは同じ理由で、どうしお前は一体何者なんだ。我が名はサイモン、彼と同じく この舞台は幕だな。待て、今は痛んでや。みんなにも明日の朝ここに集合と、たまには一人になる。サンキュー、つれい。じゃあ僕もちょっとブラッ。OK。Sniff、デゼル、Sniff。デゼルの死も、彼の拷問、サイカの剣士を沈めるために。うまく気持ちがまとまらないや。嫌ならやめればいい。ミクリオ、最後まで聞いてくれ。同志の使命や宿命などに押しつぶされるぐらいなら、昨日まではな。デゼルのためにも。そうだ、彼に報いるとかそんなのじゃない。だからもう、きっと答えを見つけ。ああ、同志の使命だからじゃない。そうだな、礼は不要だ。はい、ててててて。
Ah bah du coup il n'y a plus des ailes, ouais. あ。どうしは悲しい業を背負った天族のこと。人にとって存在しているだけで死を解放とそこにいるだけで。ヘドナ。バカね。お兄さんのことでも言ったとしてもそんなのただの言葉じゃない。それでも嫌なんだ。そう。じゃあ話は。スレイ言いたかったのはさっきの私が悪い。 Ok, aïe, Il doit rien avoir là-bas, je parie. Ah si, il y en a deux. まあ、どうしどん。笑っそっか。ザビだ。まあな。あいつが持っとか。じゃあ、デゼルとザビ。そう。あいつが真似してたってわけ。いろいろ金繰り捨てたんだろ。捨てられたんなら拾やいいってな。ザビだ。おうよ。これからは俺様の大事な器だからな。 Ah, ok. Donc voici notre nouveau seigneur secondaire du vent. Srei. Oh, atashi sa. De, sono toki no aitsu mite, atashi chichai koro ni aitsu ni atte ta. Dezeru wa ロゼは自分の力で生き抜いてきたと思ってるからって。確かにそのつもり。けど話してくれなかったことの方が嫌だよ。おかげで。ごめん。これからはちゃんと話して。あ。ちょっと安心した。そう。なんかいっぺんにいろいろあったからかな。サイモンってのに言われたことも。やっぱロゼって考え込むのがに。ほら。そうする。 Je crois que j'ai parlé à tout le monde. C'est ça. Pratiquement tout le monde. Il y a là-bas devant la porte, je crois. Il y a qui là-bas ? そう、ザビーだ。釣れないね。さあ、全員揃いましたわ。はいはい。俺の目的はどうしど。ザビーだの。確か決着をつけなきゃいけな。そう、一人は可愛いエドナちゃんの兄貴。もう一人はマオテラスさ。マオテラスって五大神の？
本来このグリーンウッド大陸は魔王テラスが守ってるはずだろ。なのにあの坊やは姿を消し、それと時を同じくして最下の剣士が現れたっていうじゃないか。これはどういうわけだ。まさか。俺はそのまさかだと思い立ったわけさ。魔王テラスが氷魔になってヘルダルフと結びついてるっていうのか。確かめないといけないわね。そのためにはかの者との接触は不可欠ですわ。となればヘルダルフの領域下でも。そこで俺さ、デゼルの抜けた穴を俺が埋めれば奴の領域内。どうだ利害。どうしましょう。スレイ、スレイ、お前らやりたい。あいつの言葉頼まれたんだ。そんでだから、私、どうせあいつ、私、あいつ、私、ああ、デゼルの言葉、最後まで面倒。またくだ。どうせ、もうそれ、よし。待てっつうの。ば。さて、どうすんだ。Donc voilà Zarfie et Thor qui essaient l'équipement. Regardons s'il y a quelque chose de mieux. Ah non, bah ça a remplacé directement son équipement. Ok. On va faire comme ça. Et comme ça. Ok, il a complètement. Comme toujours. Allez. Alors, par contre, il y a des ennemis. Ça, c'est non. On va encore continuer un petit peu. そのようですね。気力別の場所にしてもなんロイ。あの汚れは汚れ妙に強い汚れを。いつデンドラゴのなせや。よし信じて調べる価値。ダメでも無駄足だったらさす。へいへい。J'ai pas vu où il avait dit. Là, on peut pas toujours, on peut toujours pas passer par là-bas. Sud-ouest de Pandrago. Perlavoine, ok. Désolé, je baillais. Alors. うわ、露骨
について前のようにはそうはどういう意味で行く先々に氷魔の領域が全てあんたの手のひら敵に塩を送ったつもりスレイさん、はあ、不気味ね家族を失って投獄してたものが孤独なやつはそうじゃないやつとはでこいつが本当にマオテラスと結びつく当たってぶつかるそれは危険すぎるじゃあどうするのかヘルダルフな、な？あまりによく喋るのでな。わしは最下の剣士、貴様は同志。この両者の開口はすなわち戦い。そうであろうが。うわあ、スレイした！来るぞ、みんな！60,000見せてみよう同志お前という器を蹴落されるもんか我が腕は死を輝くは瓦解のたとえアーステッパーどうだ嬉しい何このまま戦えばわしを撃てるそう感じてそれこそがお前たちの望みであろうが何なんだわしにはそれがただの欲望に見えるぞどうしたのスレイさんこのまま決着をそうね今の私たちの目的は最下の剣士をしやれるもんならやってみろって挑発してるの違う何か狙ってやがるサイモンここに邪魔者を除くはっ現実ですわ中将みんなもう遅いの汚れの量でどれほどしかほどに強いものですと10分程度しかまあ何をしたヘルダ来ますわぬた我が日はライオドル無念のゴーラムフォエスメイガハグはエン焼き尽くせる熱い将来我が剣は消え赤き豪華に介護せよグランブレイブ一点突破こゆる熱陣はゆる面目焼き切る、うん、穴と吐くこっちだグレーは周りめぐる形勢が逆転したかくそ手の邪神私の炎で炎よ踊れ断ち切ります空を断ち切る悪しは沈まれ勝利の期待から不安焦燥死の予感へとスレイさん気持ちを強く持って可能のはライラやはり邪魔だアナドフォーエスメイバーライラヘルダルフはまだ答えをだそう言いたいんだろうこのままこいつと戦ってたらスレイさん分かりみんなを助け逃すものかよ風の邪神陣私の村でくそこらえろ打ち切ります、うん、蹴散らす逃がさない我が日は狂おしき、うん、とにかく弱点を攻めるしかないあら petit élixir それ来いフォエスメイナーハグは縁ホイール熱陣ホイール縁分類できない興味将来我が剣は飛燕赤き豪華に介護せよフランブレイブ、うんハグは縁焼き尽くせるハユル面目焼き切る来い焼き切る奥義で吹き飛ばしてチャンスをつかむハユル面目焼き切る燃ゆる焦げ燃ゆる熱陣あり焼き切る何軽い吐く
焼き切る、焼き尽くせ、原始灼光、エンシェントロバ、燃ゆる焦げ、焼き尽くせ、ハクブメッセン、燃ゆる焦げ。C'est une illusion, du coup, je me demande si on attaque pas en fait nos alliés. On vient voir. Allez, on prend son temps. ダメになってのね、ライラ。フォエスメイマ。形勢逆転かな。撃つのか。天。私の仕事は殺すこと。覚えといて。サイモン。ギャイの。もしスレイは共に世界を、最下の剣士と共に行く先など、それの何何もせずとも汚れは生まれ、ごく限られた、これが自然なことだ。昭和は人も天族だから、汚れに抗が、汚れに抗っているものと身をまく、これまでの旅路で魔の自分が苦しいのが嫌だったから、他のみんなもそれ。同志スレイ、人々に恩恵を与えるために汚れに抗うこと、氷魔という本来の姿に戻すのだ。断るよ。ではシーユ。それも断る。いうことよ。いずれその身で死、世界の。Combat assez intéressant. 間違いない。奴の汚れに遮断された時、気配を。だが、魔王て。もっと考えて。見えてないと思ってたのに。実は。見えてるのに。これ？大地か。奴とつながってるものがグリーンウッド大陸を器としてるって。そう、そんな奴は一人しか考えられないってわけだ。だがそれなら。そうだとしてさ。大地を浄化するってできんの？それにヘルダルフが器になってんな。大地を器としてるのが、なんで？マオテラスを探す。ヘルダルフが本当に大地を器、マオテラス自身を浄化しない限り、ヘル。だがこれまでの旅路データ、マオテラス伝承に、メービンさんをさ、メービンおじさん？そうか、彼も何かマオテラスの手がかり。けどおじさん、
私に心当たりがありますわ。決まったわね。わかったから。いいのかね。信じます。Ok. Et donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'était Dozdel pour chez Timon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, vive les jeux vidéo.